まだまだいけるぜ。うん。おいおい。堪忍袋が爆発するぜ。うん。第7班結成から数日、ナルトたち第7班は新たなる任務、護衛任務を開始する。橋作りの名人手綱を波の国まで安全に送り届けるという C ランク任務で終わった。が、そこに謎の脅威が迫る。手綱を狙う輩が突然の襲撃を仕掛けてきたのである。応戦する第7班、ただならぬ雰囲気が周囲を包み込む。爆発なのだ。各々の奮戦により襲撃をやり過ごした第7班、手綱は重い口を開き、その身がある男に狙われていることを告白する。手綱を狙うのは大富豪ガトウ。手綱の橋作りに反対する勢力で終わった。真実を知ったナルトたちはその意志を曲げることなく、最後まで手綱を守り抜くことを決意。いざ波の国へ向け再び歩き始めるのだった。
ション高火球の呪術ガトーが率いるならず者たちの襲撃は続く。懸命に戦う第七班、その裏で一人の男が動き始めていた。霧隠れ忍び型な七人衆の一人、その名は桃地ザブザ。恐ろしいまでの殺気を抱く男が第七班に近づく。忍法、霧隠れの術。俺にも忍びとして守るべきものがいろいろある。負けた。
トン放火球の術うわっ波の国に到着し、数日が経過した。カカシたちの護衛もあり、橋作りは着々と進んでいく。その日もまた、手綱の護衛のため、寝坊したナルトを残し、カカシたちは橋へと向かうのだった。しばらく経ち、ようやく目覚めたナルトは橋に向けて、走り出すのだった。カトン放火球の術
葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。俺の術と
力とこの腕で未来を切り開いてみせようぞ。
寄せ。霧隠れの術、うん、はい、うん、を口寄せ大気、到来神俺にも忍びとして守るべきものがいろいろある。ザブザさん。What is up, YouTube? Thank you.
ているのか。頂上の戦いを制し、ついに波の国に平穏が訪れた。彼らを刺激していたガトーはザブザの決死の突撃に散り、そして当人もハクと共に忍びとしてこの世を去った。忍びとしての道を、忍びとしての生き様をその目に焼き付けたナルトたちは帰路につく。その無念には新たなる決意が宿っていた。